ち行くわよ。いいわね。ケビ。そうだよ、お前らさ、あれだよ、あの無料アイテムでさ、ポンポンとかあんじゃんかよ。なんかそんなのあったらよ、あれミーのとこ行ってよ、ぶん投げてやってくれよ。あいつがもし放送やってたら、そしたらよ、さ、ウナから投げろって言われて来たって言ってよ、やりゃよ、今度あいつによ、お前ちょっと車出せっつってよ、俺、あいつの車で、あいつの運転させて、俺、あいつの車で車載配信するから。ああ、無料アイテムでブンブン投げてよ。なんか今日はイベントが最後の日だとか言ってたからよ。15日が。ああ。で、どうせ無料アイテムだからよ。ああ。だから、うなちゃん、俺が、まあ、行ったろっつって、今度車出せよっつって言うからよ。柴田平ちゃん、ありがとう。いつもありがとう。何する何する言ってる方法する。ああ暁よめ何する何する何するっつってうるさくしょうがねえな、あれ横で聞いてたらおめ、もう違う言い方させないとダメだな。あいつと教えねえとダメだ。聞いてる側が、うるせえって思ったらもう聞かなくなっちゃうから、放送を、うるせえって思われたらもう、聞かなくなるから、その、アイテムが飛んだ時の、こう、なんかこう、その、反応の仕方って、なんかちょっと、共有感があったりとかさ。うん。まあ俺はフラットバードなんだけど、まあ俺の場合はほら、言ってみりゃあれはほら、体健やかちゃーん。ダブルーっていうような、ウーロン茶の CM のテーマ曲があったべ。あれのもフルパクリだから。ああ。で、ダブルをナムルーって言ってるだけだから。ああ。なんでナムルなのかわかんねえけど。俺、もやしナムルが好きなんだよ。焼肉屋行くとよ、もやナム食うんだよ。ああ。どうだろう。だから CM で耳に残るタバコの銘柄を教えて、また来たのかよ、そういうのはいいんだっつ。あのよ、 CM のメロディーラインとかに耳に残るラインは聞き心地がいいから使うんだよ。連想もいい。あー俺も、あーいいねいいね。俺ね、あと、だからあれも好きだよ。ゼンマイも好きなんだけど、あれだけいらねえ。大根のやつ。うん。うん。ゼンマイさん好きだよ。うん。俺はね、でもね、カズオちゃんね、ゼンマイ刺しは、俺がいつも行くところは、あの赤いこうヤンニョンっていうか、あのタレあんだろ、あれじゃなくて、もう
千枚切ったら、そこにごま油かけて、塩と、もうそこの場で味付けしてもらっちゃう。だからつけない。タレには。うん。だってさ、そうしねえとさ、ヤーニョにつけるとよ、あっちの味がもう出ちゃって、千枚の味がわかんねえじゃん。うん。いや、俺からっていうわけじゃないよ。いや、でもまあ、Google で KP とばって、ググりゃ、まあ、俺の名前載ってるけど。うん。で、俺さ、あれが嫌いなんだよ。白い千枚は、俺絶対食わねえ。うまくもなんともね、あんな漂白かかったよな。ああ。味もそっけもねえし。氷ってすぐなくなるし、重いですよね。氷？うん？あ、ここに俺が使ってるやつ？いや、重いっつっても、まあ俺そこ57個でコンビニだから、2つぐらいはいつも買ってきて、うん。配信やる前に買いに行って、それで2つ3つ買ってくるだけよ。冷蔵庫で作る氷なんか、じゃあ無理だもん。うん。だって買わなきゃ、だって足りるわけねえじゃんよ。あるバカよ。そんな業務用の製氷機なんか家にあるわけねえんだからよ。そうよ。スキップで42歩だから。うん。俺よ、こうやってキョロキョロって見てよ。スキップだったら何歩でいけるかなつって、一回、夜中にやったんだよ。42歩だ。ゆいがとこの頃つるんでないの？つるんでないの？っていうか、和夫ちゃん、俺ね、多分今後一生つるむことないと思う。俺、薬やるやつ嫌いなんだよ。うん。それを知った以上はもう俺は関わることないと思う。うん。だからあいつたまに変な言動してたのかなって思ってたよ。ああ、ガテンが言ったかなみたいな。たまにおかしくなってたんだろ一時。おう、不良品、いつもありがとう。いや、俺は、コン君だからねっていうか、それは、お前変なことやってねえよなってリアルで会った時には聞いてたら、やってねえよ、やってねえよ、うな、俺すぐやってねえよ、とか言ってたから、あんだったらいいんだけどよ、にしちゃ酒飲まねえしな、こいつ、って。くせえなって思ってたんだよ。甘いもんばっかり食ってるしよ。ああ。やったら、なんか、飯食うしよ。やってんじゃねえかなと思ってたけど。特徴が出るからさ。
甘ったるい、だからトロカフェとかああいうの飲んでるから、ああいうのだからもう、うん、だからもうああいうのはもうおかしいんだよ。だから普通に考えて、さすがにあれは飲めねえだよ。俺もよ、一回よ、あのトロカフェっていうのをよ、やつが飲んでんのどんなもんかなと思って飲んでみた。もう流したよ俺、一口飲んで上ってなって、砂糖水じゃねえかあれ。校長、特注っていうか、あれは絵のところは言って作ってもらったよ、持ち手のところはね。うん、あと鏡面にはお願いして鏡面にしてもらった、鏡みたいに。おっと、松竹いらっしゃい。いや、手に馴染むっていうか、ただそんなな、てめえがそうしたかっただけよ。ダメなんで、買い始めるとどん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 増えていっちゃうからよ。もう買ってねえよ包丁なんか。うん、料理もそんなやんねえし、こんなワンルームでよ、おめえあんな狭っこいよおめえ台所で料理なんかできやしねえしよ。だって柳葉だって刃渡りこんぐらいあるんだろう、やっぱり。うん、うん、渡りさん亡くなった。ああ、なんかね言ってたね。いや、なんかあの、そろそろやばいっていうのもあって、ほら、北原美玲だっけ、あの牧子夫人が3月だかにもう石原プロを辞めるよっていうのを発表した時点で、もう本当は持たないの分かってたんじゃねえの、おそらく。ああ。だからその前に発表しといたんじゃねえの。そうすると、あ、なるほどねっていう感じ。よし、松竹梅の CM？ ああ。昔は裕次郎がやってたんだけどな。確か。違ったっけな。
そろそろほっぺたが地面につきそうですね。いや、大丈夫だと思うよ、あと50年ぐらいは。うん。バビロンさん、俺のほっぺが垂れたからって君が困ることはないでしょ。可愛いだろな。うん、今日本酒って売れないだろ。どうなのかね。売れてる酒蔵は売れてんじゃない。売り方の問題じゃない。どうそのお酒を提供するかの提供の仕方だから、フレンチに取り入れるとかそういうのを三つ星のレストラン、本当にフランスに送って出してるところもあるしね、酒蔵で。あとはほら、寿司屋行ったらカウンター座ったら、まあ最初はビールだけど、まあ日本酒飲んでる人結構いるからね。で、パグはパグの単体の方が高く売れるだろう、交配するんだったら。ブリーダーはフレブルはフレブルで高値で売れるだろう。いや、俺は買わないよ、もう犬は。部長さん、なんでずっとサンサンのこと見てた。知らねえけどな。ま、いつも見てたわけじゃないけど、なんかチラ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 視線は感じてたけどね、俺のとこから離れてても。あ、全然違うよ。ああ。フレンチとパグは全然違う。全然って言ったら大げさだけど。うん。あ、よう、バイミさん。いってらっしゃい。あのね、パグの方が固定されてる。ばらつきがない。フレンチはね、個体によって結構ばらつく。バイミさんありがとう、なの決まった、あざーす、ありがとうございます。気をつけていってらっしゃい。基本犬はみんな食いしん坊だよ。うん、特にパグとかグフレンチとかあの辺は、うん、ゴロンゴロンはあれ、なんと何やってたんだっけな。伏せを教えて、こうやって指で回して、伏せてるところからこうやって回したらひっくり返ったから、そのまんまゴロンゴロンさせたんだけどね。うん。で、そこで褒めてやったのよ。ゴロンゴロンっつって。一回できりゃもう犬はもう次できるから。俺はだって、部長にお手は10分ぐらいで教えたぜ。ああ。いや、あいつはいつも食うんだよ。俺のね、つまみをね、いつも食うの。うん、簡単なんで教え方があるんだよ。80s。おいどう、おはよう。
カナピマル。パグの歯は鋭くないけど、フレブルの歯は鋭いそうです。俺、グーちゃんさ、しか、まだ、グーちゃんしかいないとき、グーちゃん、パグの方な。パグは俺の、布団の中に飼ってて、布団っていうか、ケージ入れねえで、いつも俺の布団に寝てたんだよ。あいつ変な夢見てたのかなんだか知んねえけど、俺の耳にかじりついて、あーっつって、あーっつって、バカそれ俺の耳だよっつって言って、俺ここ耳に穴開いたんだよ、お前。血だらけだよ、こっち。その後シュンとしてたけどな。ああ。気性はフレンチブルドッグの方が荒い。うん。パグはむしろ柔らかい。そうよ。うん。プリマの頃、俺耳からいやピアスじゃねえから、俺ないよ。だ閉じたよそんなの。犬に噛まれたらそんなもんでしょ。おまあ、ちぎれなくてよかったけど。びっくりしたよ、寝てたら。おう、バラいらっしゃい。何の夢見てたのかな。喧嘩でもしてたんかな、どっかの犬と。いや肉食べてんじゃねえと思うけどな。うん。でもグーちゃんは喧嘩するような犬じゃねえからな。タンレイグリーンはなんでやめたんですか。やっぱね、ちょっと重いよね。あ、重いっていうか、苦しくなっちゃうんだよ。お腹に溜まってくる。やっぱり。うん。発泡酒系は。で、もともと俺、表で飲む酒って、狂月の水割りとか飲んでたのよ。ずっと。で、家では、氷を買ってくるのがめんどくせえから、缶を冷やしてただけだから、うん。それだけの理由だよ。だからもともと焼酎の水割りは飲んでたんだから。あいよ、赤月、いってらっしゃい。シャラドありがとう。フラットバーのナムル、決まった。あざす。でもよ、タンレイグリーンはよ、いや、当時な。一応よ、東京のよ、なんだろう。ゴミ出し？結構うるせえんだよ。分別がよ。
ってよ、ビールのよ、空き缶ってよ、洗ってから、潰さねえと、小映え湧いたりすんだよ、あれ。いちいちめんどくせえの。うん。これ経験がある人はいると思うよ。家で、その飲む人は。まあ、この時期だったら。いや、潰さないとって、潰さないと、だって、ガサっちゃうじゃんかよ。かさばんだろっつうの。あ、バチバチって、これブシャって潰さないと。いや、ナメクジは俺は湧いたら見たことねえけど。うん。ああ。なんかしんねえけどね。そのまんま飲み終わって、もう入ってねえわけだろ、飲み終わったら。で、そのまんま捨てると、ガシャってこう握ってな。握りゃすぐ潰れるから、あんなの、アルミなんか。そのまんま捨てちゃって、それどんどん溜めていくと、ゴミ出しの日までに、なんか、プンとか言って、なんか、プンとか言って飛ぶんだよ。なのこれ。出た小映えだと思って。来やがったな、みたいな。うん。今ね、焼酎の水割りになってますから、コンビニももろちかで助かってます。はい、ロックアイスも買ってきて冷凍庫にいつも大体入ってますんで。はい、ゆうさんおはよう。三段分け？ああ、だから、あれ最初、大体2回だったんだよ。あんたたち行くわよ、いいわね、つって。プシッ。ピンプシッピシッぐらいだったんだけど、何回できっかなと思って、うん、最後歌舞伎明けまでになっちゃったけどな。いいよー、ペコ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 ってなっちゃってよ。これは歌舞伎のできる感だな、みたいな。まあ年取ってくると好みも変わってくるしよ。だ、腹が膨れねえからいいよ、焼酎の方が。だから俺外飲み行っても生ビールとか頼まねえもん。うん。マツコの真似。うん？マツコがの真似ってマツコが何をやってんのか俺よくわかんないけど。うん。KP がマツコの俺が真似してると思ったってこと？セイラーさん。
ああ、KP とかマツコが言ってるってことか。それは知らねえな。うん。っていうかさ、ふわっちでさえ KP アイテムがあるぐらいだからな。だからちゃんとセーラーさん、携帯でもスマホでもいいから今すぐ KP とはって言って Google で検索してみ、ちゃんと書いてあるから、いろいろと。ピヨン、いや寝てないよ俺は今日は。うん、寝てないっていうか寝たけど暑くて起きた、うん、変な時間に。おじさんのいらっしゃい、おはよう。いやもう俺夜中の何時？ 2 時ぐらいには起きてたよ。もっと前か。うん。でどうせよ、今日もよ、テレビはよ、もう総じて終戦記念日特集になるだろ？なあ。そういえば来るって子どうなったの？うん、渡り哲也はもうないでしょ。来るって子どうなったのって、なんか近所まで来たらしいけど、家の前まで迎えに来ねえから、俺もう歩いていくの嫌だから、うん、うん、家の下まで迎えに来なかったら俺行かねえよっつって。多分今放送やってんじゃねえの、おそらく。なんかイベントや、イベント中だから。うん。配信やってんじゃん。うん。今日も四足歩行してるんですか？君はさっきから何を言ってるのかな？まあまあいいんだよ、流行語大賞になったのかなんねえかわかんないけど、ノミネートな。はあ、でよこれで夜中よ、俺寝てねえだろ、変な時間に眠くなるんだよこれ。でまたよ2時間ぐらいようとうとしてよ、また起きんだよ。
彼女はどうでもいいですわ。そう。いや、今度ドライブ連れてってもらおうと思ってんだけど。眠い時に寝て、起きて、だいたい飲んで、みたいな。で、酔っ払ったら、じゃあちょっと寝るかな、みたいな。そうなの？近場まで来たのに。うん。あいつ結構いい車乗って。